正午ごろ、両軍の指揮官が情勢を見極めるため一時戦いが弱まった。ウィリアム公にはあと一日でも戦いが長引けば勝つのは難しいと分かっていた。勝つためには残り半日、総力を挙げて戦わなければならない。再び戦いとなった。ノルマン軍の全部隊が力を結集してイングランド軍を攻撃した。弓の兵士、歩兵、そして騎兵が全力で臨んだ。間もなくしてイングランド軍は窮地に陥った。加えてハロルド王の二人の弟が死んだ。それでもウィリアム公は攻撃がまだ不十分だと考えた。イングランド軍にとどめを刺すため新たな戦略を試みることになった。ノルマン軍が退却しようとした時、イングランド軍はそれに乗じて失敗しましたが、ウィリアム公はこう考えました。わずかに後退しただけで敵が隊列を乱し攻撃してくるのなら、大幅に後退したらどうなるかです。ウィリアム公は13年前に使った手がどれほど効果的だったかを思い出したのである。騎兵隊に撤退命令を下した。その判断は間違っていなかった。一度ならず二度までもノルマン軍は偽りの撤退をしたのである。果たしてこの場合もイングランド軍は後を追って丘を下った。ところが騎兵隊は一周すると敵を取り囲んだ。騎兵隊は逃げる素振りを見せ始めました。イングランド兵はその朝経験したことから何も学んでいませんでした。勝利は目前だ、そう思ったのです。そして敵を追いかけます。同じことが起きました。ノルマン人は円を描くとイングランド軍を囲み攻撃したのです。これが決め手となりました。ノルマン軍はイングランド軍を丘から追い立て、開けたところに引きずり出したのです。そうすることで効果的に攻撃できたのです。ノルマン軍は偽りの撤退という作戦以外にも巧妙な戦術を使っていたことに注目すべきです。ノルマン兵は異なった戦力、つまり歩兵、弓の兵士、そして騎兵をうまく組み合わせて使い、敵の盾の壁を徐々に崩していったのです。そして異なった戦力を最大限に生かすために、それぞれの隊によって配列を変え、適切な状況判断のもと武器を効果的に使うことができたのです。午後、まだ早いうちにウィリアム公は戦いの流れは自分が握っていると実感した。それでもイングランド軍の反撃は依然続いていた。ウィリアム公は弓の兵士にターゲットを変えるよう命じた。後方の軽装歩兵に集中攻撃するように指図したのである。この攻撃により多数の死者が出た。ウィリアム公は命じます。隊に向けて矢を放つのではなく、敵の頭上に向けて放て。空に向けて矢を放ち、矢の雨を降らせたのです。実に見事な戦法です。想像してみてください。空から無数の矢が雨のように降ってくるのです。弓の兵士を用いることによって、イングランド軍の強固な壁は大打撃を被りました。一旦壁が崩れ始めるや、騎兵隊がなだれ込んでいきました。そして後方に回り込んだのです。馬に乗っている分、高い位置にいる騎兵の立場は非常に有利なものとなりました。まもなくイングランド軍はもっと絶望的な打撃を受けたことを知った。ちょうど今と同じくらいの時間帯です。もうすぐ日が落ちるという時、ハロルド王は空から降ってきた矢を受けました。矢は目に突き刺さり、
王は倒れました。ノルマンの騎兵たちは最後の攻撃にかかりました。バイユーのタペストリーにこの歴史的瞬間がはっきりと描かれている。そこにはこう書かれている。ヒック・ハロルド・レックス・インタフェクタス・エスト、ハロルド王死す。ここが実際にハロルド王が倒れた場所です。1066年のその日の光景が目に浮かぶようです。目に重傷を負ったハロルド王が地面に倒れています。その周りで忠実な親衛隊の者たちが不安げに見守っているのです。騎兵が隊列の間を進み、ハロルド王の方へ向かいます。親衛隊もとうとう壊滅しました。そしてハロルド王はノルマン人によって体を切り刻まれたのです。ハロルド王の死によってヘースティングズの戦いは終結を迎え、ウィリアム公が勝利を収めたのである。実際のところ何が勝敗を決めたのか一言で言うのは難しいことです。ごく単純に言うならこういうことなのかもしれません。ハロルド王は死に、ホッティの記録によれば戦闘中ウィリアム公は馬3頭を犠牲にしました。もし馬ではなく本人が死んでいたら戦いの流れは変わっていたでしょう。部隊を結集し、イングランド軍が攻めてきた時に取った行動が勝利を導いたのです。この戦いは優れた指揮官が勝利を収め、ウィリアム公こそその人物だったと言えるでしょう。1066年10月14日の夕暮れ時、ヘースティングズの戦場には多数の戦死者が横たわっていた。イングランド国家は大きな損害を被った。その日一体何千人の兵士が死んだのかよく分かっていない。伝えられるところによると、数日後ハロルド王の遺体は埋葬のためウォールサム寺院に運ばれ、その時からウィリアム公によるイングランドの支配が始まった。ヘースティングズの戦いの2週間前、イングランド国王の座を主張していたハーラル3世はハロルド王の弟トスティーと共にスタンフォードで死にました。ヘースティングズの戦いでハロルド王の2人の弟がその日のうちに2人とも死にます。その日の朝、ハロルド王は国王でしたが、1日が終わる頃は王も死にました。生き残ったのはデンマーク国王です。しかし他の地にいました。エドガー・アセリングはまだ幼すぎました。結局王位継承を主張していたもので、ヘースティングズの戦いの後生き残っていたのはウィリアム公だけでした。イングランド国内では戦う気力を持つ者がもはやいなくなり、残された貴族や司教、大司教らはウィリアム公の即位を認めました。1066年クリスマスの日、エドワード懺悔王が建立に携わったウェストミンスター寺院で、ノルマンディー公ウィリアムの戴冠式が行われた。以後ウィリアム王は国中にわたって権力を確立させた。北部で度重なる流血騒ぎがあったものの、1087年に死ぬまでの21年間ウィリアム王がイングランド国家を大きく変え、それが後世にまで残っているのは確かである。ノルマン人の征服でイングランドは大きく変わりました。それまで北欧アングロサクソン人の築いた社会、政治とは全く異なった制度が持ち込まれました。
イングランドでは新しい経済体制と軍制度が導入され、さらに政治組織も変わりました。客観的に大きな視点でこの変化を見てみるなら、イングランドの国そのものが変わりました。しかし実際ヘイスティングズの戦いで変わったことというのは、北欧の荒くれ者集団が別の北欧の荒くれ者集団にとって変わっただけなのです。ここは巡礼の地です。毎年10月14日にはたくさんの花が捧げられます。ハロルド王には多くの支持者がいました。気の毒なハロルド王に次の機会があったらどうなっていたでしょう。